皆さんこんにちは。ウルトラマンデッカーでガッツセレクトの隊長村星大二を演じています北田雅也です。はい、はじめは TPU 訓練校という若い学生を育てる、校長だったんですが、スフィア襲来でガッツセレクト結成ということでその隊長に選ばれたんですが、若い隊員たちと切磋琢磨しながらやっていくんですが、基本的に性格はいつも穏やかでニコニコしていて高圧的ではない役なので、支持するシーンだったりっていうのは高圧的にならないように意識しました、若い隊員はじめスタッフキャスト一丸となって丁寧に撮っています。とってもかっこいい作品になっていると思います。土曜日は、希望と愛とたくさん僕たちから受け取ってください。よろしくお願いします。